道国の独眼竜伊達政宗。この政宗、いつもいつも怯えて生きてまいった。それゆえこの羽はどんな毒すらかき分ける。そしてこの目はどんな嘘もはっきりと見極める。母上、これが母親が息子に聞かせる初めての料理か。これで刑事殿も運が開けましょう。紫の瞳の涙の巻、いざ悪魔の馬と語らん。馬を捕まえるのに鉄砲を使ったのか。
地を熱くさせるわ。やはりな、敵兵どもも空腹で疲れ切っておる。
らなし。見ていてくれ、俺の男ぶりを。無念だがこれまでのような我が首を敵の手に渡すことなかれ。そんな言われて対象がそばかねえ。おせえ。前田殿、死ぬとは言語道断。この独眼竜の血を熱くさせるわ。負けに行くぞ。勝ち戦にしてこそ向こうでござそう。戦を制せ。Thank you.
時、前田刑事の赤江の槍にてござそろ。左打ちに戻すんだ。